皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はね、あとしゃっくりが出ております。しゃっくりが出てますけれども、お気になさらず進めて、頑張って進めていきます。で、今日はサーティストローク、ロール最終日、ダイヤモンドやっていきます。テンポ280から310、かなり速い。頑張っていきます。280、295、310の3段階をやっていきます。クリアできるかどうか分かりませんけど、やってみないと分からないってことで、頑張ります。やってみましたが、できてません。全然できてません。最初の280を、まあ、かろうじてかなっていうぐらいですね。295とか310はもうすっちゃがめっちゃがでございます。もうダブルストロークロールじゃなくてプレスロール状態ですね。プレスロール状態になっております。すっちゃがめっちゃがなんですけれども、まあ、できてないということで、まあダイヤモンドダメでした。でも、ダブルストロークロールに関してはやっぱり練習を重ねてることもあってか、少しずつ良くなってるかなと思います。この調子でね、1年かけて今の310っていうテンポももっとクリアに打ち出して、クリアに叩き出して いければなと思います。まあ、また今後も計算を頑張って積んでいきます、ね。では、サーティストロークロールはこれで終わりです。来週また違う、また引き続きロールルーディメント ロールですけど、来週もまた一緒に頑張っていきましょう。それではまた来週。